回バーチャルレストランさんというのに加盟させてもらったんですけども、群馬の高崎とかの拠点はもう自社配達でやってて、うん、月間でだいたい400万ぐらい売り上げで出る場合作ったりとかもしてるので、福岡屋さんのその店舗の中で月で900万とかって言われて、でも8坪とかなんで。はい、ということで今回はですね、しまやんが加盟したフランチャイズでね、今回バーチャルレストランさんというのに加盟させてもらったんですけども、はい、今飲食業界で旋風を巻き起こしている大学生の起業家の牧本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとはね、竹之内社長の YouTube 僕出させてもらって、でその後出てて、そうですね、僕それ見て話聞いてすごい面白いなと思って、でまあいろんなつながりがあって、たまたまねこの前フランチャイズショーっていう東京の ね、そちらでお会いさせていただいて、それじゃあもう加盟しようということで加盟させていただいて、まだ稼働はしてないんですけど、これから稼働してって、実際しまやんが加盟してみて売り上げがどうなったか、売り上げ低い場合はどういう対応してくれたのかとか、まあ、その辺もね細かくアップしていきたいなと思ってます。まずね自己紹介からお願いしたいなと思うんですけども、はい、はい、よろしくお願いします。株式会社バーチャルレストランの牧本と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もともと僕自身は、うん、今大学生っていうちょっと肩書きあるんですけど、うん、本当はもう卒業して、まあみんな大体同年代は、うん、新卒3年目ぐらいになってるんですけど浪人したというか、ね、いや、休学して、そうなんですよ。第一の時に起業を始めて、まあ最初はタピオカ屋さんをスタートして、うん、すごいうまく最初は行ったんですけれども、うん、1年後ぐらいで売り上げが落ちて、うん、そうですね、でその延長線でサブ商材として飲食店さんとかに何か入れていくみたいなところを始めて、その延長線が今のバーチャルレストランになったんですけど、もう店舗数が何店舗でしたか。まずそのデリバリー上の店舗数でいくと今2400店舗まで。やっすげええぐ、まあ、その加盟してる拠点さんでいくと今は520ぐらいです。いや、すごすぎやろ。やばすぎや。え、それ何年でですか。今ちょうどうちは2期目です。わお、すごいなすげえ。その辺の秘密をね、根掘り葉掘りちょっと掘り下げたいなと思うんですけども、そもそもバーチャルレストランとはっていうのを、はい、僕のね、見てる人わからないと思うので、まあ、分かりやすく説明してもらいたいなと思うんですけど、はいはい、簡単に言うと既存の飲食店 の、うん、その営業許可書1枚でデリバリー上では実は複数出店できるんですよ。で複数出店ってどういうことかっていうと、例えばタピオカっていうお店っていうアカウントがありますと、うん、でそのお店の中にいろんなメニューを出すわけではなく、全く違うアカウント、うん、タピオカっていうブランドのアカウントと、うん、例えばじゃあサラダチキンという専門のアカウントっていうのをこういうふうに複数完全に違う店舗名で出すことが1枚の営業許可書でデリバリー上ではできるんですね。普通のラーメン店の営業許可書だけでサラダチキンもできるしタピオカもできます。そういうことです。別に許可を取る必要がないっていう。許可は特に取る必要はないです。なるほど、はい、それが元々のゴーストレストランって言われるような仕組みなんですけど、じゃあゴーストレストランとバーチャルレストランって何が違うんですかっていうところだと思うんですけど、そうそう、今回島田社長だったら、まあこういうラーメン屋さんの中に例えば入れていくっていうのはバーチャルレストランっていうスタイルで、あくまでもメインは実店舗の運営、そこにサブ商材としてデリバリー上で出店していくっていうのをまあバーチャルレストラン、でゴーストレストランっていうのはその場所に行ってもリアルでは何も営んでなく完全にもデリバリーだけやってるっていうのをまあ一応ゴーストレストランというふうに定義しています。なるほど。実際そのラーメン屋として時短営業とかで9時以降営業できませんってなった時に、まあ、そこにもね売り上げがプラスになるってことですね。そういうことです。加盟したらね、はいはい、で今回加盟するにあたって加盟したらまず売り上げが大体どれぐらい上がるかとかって、まあ、10坪のお店、まあ、坪数は関係ないんだ、まあ、坪数はそんなに関係はないですけども、まあ、大体1店舗あたりで3から5ブランドぐらい入れられる方が一番うちの加盟店さんは多いです、うんうん。仮にラーメン屋さんが登録します、はい、どのブランドが一番やりやすいというか、キッチンのその設備的にそんなに広くないから、うんうんうん、まずブランドのチョイスするときに、うん、例えばラーメン屋さんだったらお昼と夜が忙しいんですよ、うん、でそうすると中の2時から5時のアイドルタイムを埋めたいというところで、うんうん、じゃあここに注文が入りやすいブランドって、なるほど、なるほど、どういうブランドになるのかって言ったときに、はいはいはい、スイーツ系であったりとか、うんうん、ドリンク系であったりとか、うんうん、やっぱりうちのカメ店さんランチとディナーが忙しいカメ店さんが多いので、うん、そういうところで言うとスイーツ系、うんうん、例えばまあ飲むチーズケーキだったりとか、うん、タピオカだったり、うん、それこそ、まあ、韓国ワッフルだったりとか、うん、そういったスイーツ系が選ばれることが多くて、うんうん、なるほど、そこら辺も調理も簡単に基本的にはできるように、うん、まあ、作られてるので、なるほど、そういうのが多いかもしれないです。でそのほな2時から、まあ、5時ぐらいまでの約3時間でどれぐらい売り上げるんですか。
3から5ブランドぐらいだと1時間にだいたい注文が2件ぐらい1ブランドに対して1件から2件ぐらい入ればいいかなというところなので、まあ3時間で1ブランドでだいたい5、6件ぐらい5、6件注文、客単だいたい1500円から2000円ぐらいはあるので、ほな何倍や、1時間あたり1万円いや1時間あたり多分2000円とか2000円、3時間で、まあ、6000円、6000円、まあ、それが大体3から5ブランドとかになるんで、まあ、単純に3ブランドだったら、まあ、1万8000円ぐらい。おお、それすごいな。お店閉めて仕込み中で、はい、そうですそうですそうです、本来売り上げゼロのところがプラスになりますっていう話ですね。それすごいな。で実際今回僕らも加盟したんですけど、はい、まず加盟金払います、うん、でそこからブランド選んで、はい、実際そのオープンするまでにどれぐらいかかるんかとかがあんま見えなかったんですけど、はいはい、実際どれぐらいかかるんですか、加盟してオープンするまで。そう、まあ、うちその加盟のプランがあるんですけど、うん、一番下のプランが加盟金が40万円、まあ、一番上のプランだと、まあ、300万円っていうようなプランがあるんですけれども、僕は300万円で加盟します、ね、すぐ即決、はい、そうそうそう、即決させる、すぐやるわ期間でいうと大体オープンまでに営業許可書とかいろんなものをこう出していただくんですけど、うん、それが整ってから大体2週間から3週間ぐらいでスタートができるっていうイメージです、うんうん、まあ、うちもそれぐらいね、まあ、期間としては2、3週間ぐらい、はい、で今回僕たちが加盟した場所が駅からも遠くて、はい、Uber は来てんねんけど実際配達員が見つかりませんっていうので、はい、キャンセルを食らうエリアやねんけど、はいはいはい、どうですかっていうご提案をしたら、うん、配達のエリアは対象内なんですけれども、はい、現状今 Uber、 デリバリー業界ってまだまだこう今その伸びてる最中なので、まあ、そこが足りない部分って結構あるんですけど、すごい注文とかそういう需要はやっぱあるんですよ、うん、はい、で Uber ってその自社配達と配達代行っていう2つの選択肢があるんですよ、うんうん、はい、配達代行っていうのが主に配達員さんがピックアップしに来て配達をする、うんうんうん、もう一つが自社配達っていうのが、うん、Uber とか出前館とかはプラットフォームだけを貸しますと、自社で配達しますよっていうのが、うん、まあ、自社配達、うん、逆に言うと自社配達をやってるお店の主流にはないので、うん、そうすると結構独占状態になるので、うち地方の出店の加盟店さんもあるんですけど、うん、群馬の高崎とかの拠点はもう自社配達でやってて、うん、月間でだいたい400万ぐらい売り上げでデリバリーを作ったりとかもしてるので、まあそういう実例とかはあるので、すごいな。デメリットであるんですけど、言い換えれば逆にチャンスはあるので、うん、まあ、そこの競合がいいですね。そうですそうですそうです、やり方次第で、言うたら Uber の画面の上から下までうちのブランドってことですよね。そうですね、まだ配達員がいないところで、うん、いろんなお店あるけれどもほとんど結構大手が多いんですよ。そう、だからうちで言うとマクドと吉野家とすき家と、あとはほかほかで、でもほんまそういうとこしかないから。そうなんですよ、なんでデリバリー会社として Uber さんとかは、うん、実はそのマックとかそこら辺の売り上げって地方の方が高いんですよ、うん、こういう地方の方がもう完全独占状態なんで、うん、みんな頼みたいマックしかない、うん、そう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 、なった時にデリバリー業者としては今地方にもっとこういうジャンルを増やしたり、うん、ただ皆さんなかなか自社配達できるほどのリソースはなかったりとかするので、うん、まあ、そこをうまくできれば逆に言うとすごいチャンスではあるかな、うん、なるほど。例えばほんなうちで加盟しました、ピロンってなったら、はい、あれ配達員は Uber が探すんですよ、自社配送っていうのもあるんですよ。自社配送っていうのがピロンって注文入ったら自社で配達しに行くんですよ。それ他の人に取られたりしないんですか。取られないです、取られないです、配達代行じゃないんで。あ、それ選べるってこと。選べるんですよ。あ、そうなんや。例えば今の時間は自社配達できるから、あ、その後なんで自社配達に切り替えて、なるほど、ね、今の時間配達いないからじゃあ配達代行にしよう、なるほどね、ことができるんです。すいません、初歩的な、いえいえ、とんでもないそういうことね、やばいですね、うん、まあ、こういう田舎のマクドナルドは自社配送で基本的にやってる、基本的には。神戸のフィニッシュっていうところはミシュラン取ってて本店やから、実際そのウーバーにめっちゃ取り上げてもらったのもあって売り上げが1位なんですよ、エリア的には。あ、どのぐらい売れてますか。1日3、4万エリアはどちら。神戸市、灘区とか。あ、でも大体120、30万ぐらいはつける。そう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 、次はそれぐらい取る、結構出てる方だ。そう、メリットはね、いっぱいあるとは思うんですけど、僕の YouTube 見てる人たちがデメリット上げるとしたら何かありますか。よく言われるのが、うん、ロスであったりとか、うんうん、食材ロス、はい、まあ、いろんなブランドを入れていくってなった時に、そうですよね、現場の結構多いのが、まあ、デメリットというわけでもないんですけれども、うん、実店舗 の、 そのイメージにそぐわないというか、デリバリーやっぱどんどん来ちゃうんで、まあ、中には例えばすごいブランディング気にされてる方だと、うん、まあ、デリバリー上だけなんでまだあれですけれども、うん、例えばやっぱ配達員さんがバイクいっぱい止まって前に来ちゃう、
あ、はいはいはい、どうなってんのこの店みたいな、あ、なるほどなるほど、っていう気にされる方は多いんですけど、でも繁盛してるからいいやね。まあまあまあそうですね捉え方次第ではまあまあそうやね。これ実際やってみて初めて分かったのが、うん、意外と働いてる人たちですよね、アルバイトのこととかは結構嫌な、うんうん、あ、なるほど、言い方あれですけど、もともと暇だった時間だったりとか、自分はもともと病院さん入って働いてたのに、うん、なんで私なんかラーメン急に作ってるのとかなんでこんなサラダチキン作ってるのとか、やっぱり忙しくなっちゃうんで、もともとその暇な時間もこう忙しくさせるようなあれなので、うん、意外とそこでちょっと不満が上がってきたりとか、まあまあそれはそうね、でもそれはもう店側の責任でしょ、まあそうでどう伝えるかやね、はい、その300万いってる店舗と100万だけの店と何が違うんですか、今まで見てきて。やっぱり僕らってやっぱ本部側なので、はい、できることって限られてはいるんですよ、やっぱ店舗側の努力ってすごい大事で、うん、結局ウーバーってすごい大事になってくるのが、例えばオンライン率とか途中で注文を止めないとか、はいはい、営業時間を勝手に変えないとか、うん、一時停止しないとか、うん、そういう基本的な要素が何個あるんですけど、うん、当たり前のことを意外と当たり前にできないお店がすごい多いんですよ、ね、例えばウーバーだったら都心の激戦区だったら、うん、1日止めちゃったら掲載順位30個みたいなことが起きちゃうので、うん、基本的な部分もすごいんですけど、意外とそれができなかったりとか、中にはちょっと Wi-Fi 途切れちゃいましたとか、って多いかもしれないですね。なるほどね。実際、まあ、こういううちみたいなエリアやと、はい、まあ、郊外型やと、実際その売り上げが高い時間帯って、はい、まあ今ね、そのマンボウとかいろいろあって、9時以降うちのお店ってやっぱ売り上げしんどいですよね。はい、そこを取れるのか、実際そのこういう郊外で夜の売り上げが高いとかっていうのはあるんですか。売り上げでいくと正直8時、9時、10時はゴールデンタイムですね。それは都心部以外でも、まあ、郊外でもそのデータあるんですけど、郊外だとなかなかその時間までやれるお店が結構少なかったり、まあまあまあ、なるほどな、まあ、明確なところまではまだあれですけれども、やっぱり全体としては9時とか10時とか帰ってきて、そこからやっぱ外に行くのが面倒くさい、それでデリバリーで頼みたいっていう要望はやっぱめちゃくちゃあるので、この時間やっぱやれるっていうのはすごい強いかなと思います。バーチャルレストランとか、まあ、そっち系で売れてるラーメンは何なのかっていうので、この前とある方に聞いたら二郎系がめっちゃ売れてるって言うんですよ。ああ、めちゃくちゃ売れてますね。あ、やっぱそうなんですか。めちゃくちゃ売れてます、二郎系は。それなんでなんですか、分析。はい、結局顧客が求めてるのって、うん、やっぱ満足度っていうところがすごい重要で、じゃあそのユーザー目線になった時に普段よりもちょっと高いじゃないですか、うん、その価格に合う満足度がやっぱ欲しいわけなんですよ。で、二郎系ってすごいそこの満足度が飛び抜けて高いんで、こういう B 級かつ大衆かつこの大盛りで、まあ、ちょっと値段高くてもコスパと満足度の部分がすごい合うなっていうところで、結構二郎系ってやっぱ当たるんで、ね、他これ売れるよみたいな、例えばこれ見てるラーメン屋さんが加盟します、まあ、さっきのその2時から5時までのアイドルタイム売れるのはこれですっていうのが分かったんですけど、それ以外でラーメン屋さんでやりやすいブランドって何かあります？まずフライヤーあるかないかで結構、まあ、まあそう、変わってくるんですけども、やっぱりそのフライヤーあれば住飲食系のものは結構できるの で、ね、やっぱ揚げ物系って商品数出たと思うんですけど、はいはい、それでもまだ需要あるんですか？正直言うと一番多い需要の層でいくと揚げ物とかが一番多い、うん、僕らってあえてあんまりそこのブランド行かないのは、うん、そこってもう競争が激しいので、ね、唐揚げ一つにしても10個ぐらいあるんで、うん、もう少しニッチな層を指すというところで僕らはブランド設計をしてるんですよ。なるほど、なるほど。例えばスイーツ系とかもそうなんですけど、ウーバーでスイーツ系ってあんま出てこないんですよ、うん、しかも10時11時までやってるスイーツのブランドはまずないんですよ。まあ確かに、でも夜ってお腹すくし、夜にこうがっつり背徳感があるスイーツとかあったらやっぱ頼みたいじゃないですか。そういう今まで飲食業界の中でもスイーツ系のお店って7時6時にもう閉まっちゃうから、それが当たり前なんですけど、そこのレンジを広めたっていうのがデリバリーのもう一つの可能性になるんで、僕らはこうデリバリーによって開いたこの新しいニーズっていうところに結構まあ焦点を当ててやってるので、そういう意味で言うとまあスイーツ系であったりとか、まあ、逆に言うとラーメンとかやる場合とかであれば、自分たちを持ってるラーメンを少しこうアレンジして派生していくブランドみたいなのもありかもしれないです。ラーメンってでも伸びるイメージがすげえあるんですよ、はいはい、さっきの二郎系の話で言うと二郎系太麺やから、はい、あんまなんかそう伸びるっていうイメージがないんですけど、ラーメン屋でウーバーで稼ごうと思ってじゃあやりやすいのなんやって考えたら、僕的にはやっぱチャーシュー丼なんですよ。あ、ただチャーシュー丼っていう名前でやると、うん、ラーメン屋のサイドメニューでしょっていう捉え方であんまり出えへんのかなとは思うので、だから逆に新しいブランド作ってチャーシュー丼とか言わずに、だから新しいブランド価値を提供するみたいなので専門店作った方が売れるんかなと思うんですけど、そういうのもできるんですか、自分で新しいブランド作って。ウーバーは昔それができたんですよ。
普通に個人店さんみんな派生して自分たちも出そうみたいなのがどんどんできたんですけど、うん、みんなその思いがあってやったのはいいけれども途中で止まったりとかいろいろあったりとかで、うん、ウーバーそれ完全 NG にしちゃったんですよ。これ僕らみたいなちゃんとこう本部として見る業者が作ったブランドとかじゃないとダメみたいな風になったんで、結局一番コスパいいの自分たちすでに出してるものから使う素材でやっぱやった方が一番いいんじゃないですか。ただ現状だとそれはまあ簡単にはできなくなっちゃってるんで、例えば島田社長の場合とかだったら自分たちも吉田さんのデザインに僕らみたいな業者と提携をしてでこういうブランドを作ってで彼らに卸してで同じものにできますよっていうのが多分そこの突破法かなと。なるほど、それ面白いな。ちなみに麺類ってウーバー全体の売り上げだと何パーセントぐらいですか？まあ、焼きそばもあってラーメンもあってうどんもありの混ぜそばもありの考えたら大体どれぐらいの市場価値？市場、まあ、ウーバーの店舗の割合でいくと主食でこうカテゴリーで見たときに大体今7割主食って言われてるんですけど、うん、それでも丼系だったり弁当系だったり、うん、炭水化物を使ったものをメインにして、うん、まあ、その中に多分メニューとか入ると思うんですけど、うん、主食の中のうちの大体3割ぐらい、意外とそんな多くないんですよ、うん、僕逆に多かったです。あ、本当ですか？もっと少ないかなと思って、やっぱりその伸びるっていうイメージがあるから、はいはいはい、最近丸亀さんがね、うどん弁当とかやってて、はいはい、まあ、あれで、まあ、ちょっとずつイメージは良くなってるかも分からへんけど、はいはい、3割もあるんです。ただやっぱり都心のデータメニューになるんですけど、まあまあ、結局やっぱつけ麺であったりとか、うん、まあ、混ぜそばとか、うん、そういうのがやっぱ偏りとしては多いイメージもあるんで、まあ、汁が分かれてるかそもそも汁がないかの方がやっぱ売れやすい。そうですね、まあ、実際うちもそうですもんね。やっぱりつけ麺の方が、はい、ウーバーは売れやすいなっていうのは傾向としてあるんで、うん、3割2、3割ぐらいのイメージ。ここから初歩的な質問なんですけど、地方ってウーバーイーツ頼む文化あんまないような気がするんですけど、はいはい、それでも結構注文とか来るもんね。頼む文化がないというか、頼めるという認知がまずないというのが多分ラインとしてあって、要するにこの機能を知ったら、基本的に人ってやっぱいいなとはなるんですよ。ウーバーとかやっぱやる戦略っていうのは、まずすごいお金をはたいて、例えば神戸とか最初入れるときって、吉野家とか実店舗で食うよりも、ウーバーで頼んだ半額になるみたいな。あ、なるほどなるほど。そういうのをバーってやって、うん、デリバリーで頼むと安くなるよみたいな。で、一回デリバリーの良さを知ってもらうところから入るんですよね。まあ、地方はやっぱ結構遅れてるんで、そういう初歩的なところを一歩一歩一歩今進めてるので、まあ、徐々にそこのリテラシーは都心に比べて 1,2 年ぐらい遅れてるとは思うんですけど、やっぱ徐々にはそこの文化は根付いてくるとは思います。そうですよね、だからそれ俺も聞きたかったんですよ、すいません、奪って実際導入しました。僕やったらもう諦めてる、もう無理やん、大手しかおれへんから、はい、注文できへんってなって、はい、でも今回うちが入れることによってこの辺の人たちがいろんなブランドを頼めるようになったけど、でもそこをもう一回プッシュしていかないと伝われへんなと思ったんですけど、本当におっしゃる通りで、周辺の方が使うってなった時に大手しかないってなったら、あ、もうデリバリーいいやってその瞬間になっちゃうじゃないですか。そこから絶対もう開かへんよね。そうです、そうです、っていう機会ロスがあるので、そうするとウーバーの戦略としてはまずジャンルを増やす、一定のジャンルを増やして配達員確保するっていうのがもちろん大事なんです、なんでデリバリー会社ってめちゃくちゃお金かかるんですよ。でこの周辺のエリアでウーバーの指標があって、このブランドぐらい入れたら再度プロモーションかけようっていう指標があるんですよ。例えばこの周辺で50ブランドぐらい頼めるようになりました。そしたら新しく見る人も結構いけるじゃんっていうあれを与えられるなってなった瞬間にウーバーが急にとんでもないお金をかけ始めるんで、そうするとお店の売り上げがバーンって一気に伸びるんで、そういうこうバーってなるそのタイミングが成長期のタイミングまでに導入しておけばより跳ねる。そこですごいこう入れてたお店とかはバーンって。なるほどね。それでかもしれへんな、神戸の縁日は。そもそも一番最初にウーバーが営業来たのうちやったの。初期から導入して、実際跳ねたタイミングでうちも同じように跳ねたから、ね、多分そこはもう目星が完全についてるんで、ね、僕らはウーバーってこうもう毎週毎週のように話すんで、このエリア通に目星つけて、一気に加速させるお金をかけるんで、そうするとそれで初期導入してるここのブランドはそれに乗っかって急に、多分最初入れられた時も縁日そんな売れてないと、売れてないです、売れてないで、急にパーンってこう跳ねると思うんですよ。で、多分イメージとしては全部その感じですね。それが今だと1ブランドだったと思うんですけど、それが10ブランドと入れていくと10ブランドごと全部バーンって、なるほどなるほど。だから僕らの直営でピークの時は業界さんのその店舗の中で月で900万とかって言われて、でも8坪とかなんで900万さすがに売ると店前お店に6人とか入るんでまあもうなんかわけわかんなくなっちゃうんで本当に3週間でもう限界ってきましたけど。すごいな、面白い。
はい、実際ね、これで言ってる通りの売り上げを、ね、目指せるか、三輪バイクも買ってっていうところなんで、まあ、実際僕が加盟して、実際どうなったかは、続きは、ね、また、公開したいと思いますので、もうぶっちゃけ言っていいですよね、はい、そこは。本当に結構未知数なんで、本当に数字がちょっと悪すぎた。まあ、公開する前にちょっとチェックしてもらって、そういうことで、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below, and subscribe. Then you make Shimaya happy. If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. All right, see you in next one. Bye bye.